りしますこれやりづらくなるそうですよ本当にびっくりしますまずね、漫才頑張っていきたいと思います頑張っていきましょうはい、ありがとうございます最近ですね、はい、あの漫才アニメの実写映画って流行ってますあ、多いですねいろいろありましたねルパン三世ありましたね、他にもねルローニケンシありますね、はい、あと間もなくあの公開の映画で進撃の巨人っていうのがありますね、はいはいはい、進撃の巨人あ、知らないですかあんまちょっとアニメとかわかんないあ、そうなんですか巨人が出てくるお話なんですよね違う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 俺もね原作は読んでないから、はい、あんまりはっきりと分かんないんだけど、なんとなく分かんないじゃあ軽く説明してもらおうか、まずざっくりとなんだけど、うん、背の高い人たちがいっぱい出てくるそうなんだよ合ってくんだけどねやっぱ俺違う違う違う俺じゃない上来るんじゃない来ない来ない来ないごめん 1.9 メートル級とかいないんだもうちょっと高い人たち俺らに関して相当だよ相当相当な人たちあとね巨人はね顔が濃いあキャラクター的に、ね、顔が濃いこれじゃん顔それだ進撃のテルマエの前なんだそれどんな映画だよもういい感じですよどうもありがとうございます